誰の歌やった？沢田研二。え、そうなん？誰やと思っとって。おじさん知らない。ジュリー。ジュリー、あ、そう。じゃあジュリー好きってこと？何言ってんの。はい、お疲れです。嫁です。ということで今回は沢田研二さん、ジュリーの時の過ぎゆくままにタック松本バージョンやってみました。書いとるけどね。お元に、なんでと思う？なんでもったいぶるん？なぜこの曲にしたかというと、タック松本に会ってきたからです。 TMG のライブね。TMG ってなんやねんっていう人もおるんじゃん。 TMG とは？でね、お前も言ってたけどね、あなた、うんうん、卵かけご飯じゃないからね。タック松本グループ、うん、TMG。 タック松本グループ、松本さん率いるバンドなわけですよ。そう、 TMG のライブに行ってきたんですよ。ほんで TMG のアルバムと、松本さんのヒットパレード2枚買ったんですよね。でそのヒットパレード2を聴きながら帰ったんですよ。でこの曲が入ってるんですけど、あのワンズのね、上原さん、めっちゃめっちゃかっこいいのよ。もともと私すごい好きな曲やけど、ライブでやってんだよ。実は私たち2人夫婦で幻のたった1回のライブ、まだつがいになる前。全然覚えてない。それでじゃあなんでそのライブの時にこの曲を選んだんですかっていうのがもう一つの理由で、これね、工藤静香さんカバーしてる。私に憧れ、その動画がめちゃめちゃ好きで、私何回も何回も見てんだ昔。やっぱり静香さんもその哀愁漂うのがすごい似合うから、すごい良かったんだよ。でこれは絶対にやりたいって言ってこの人に言ってやったんだよね。で思い出したんだよ、その帰り聞きながら、あ、私あれやってるやんって言って。こんだけ好きでやったことある曲っていうのはね、ある程度こう自分の中でイメージっていうのがもう出来上がってるからやりやすいんだよ。そんで今回このタイムリーなヒットパレード2に収録されていて、あなたの大好きなワンズの上原さんが歌っていて、しかもタック松本バージョンでできるんだったら、もうこれは今しかないと思ったんです。だってお母さんがね、ホテルのチェックアウト時にカードキーとエアコンのリモコンを間違えてフロントに持っていくみたいな事件があったのよ。でまあこの人がバカにするというエピソードがあったわけです。バカにするとかやばいなっていう。こうバカにしてるやん。ルームキーとリモコン間違えるかって言ってな。っていうのがあったわけですよ。でこの間 TMG のライブに行きました、うん、で会場からすぐ近くのホテルを取ってたから、チェックインして先にグッズ買いに行って一旦ホテル戻って休もうみたいな話をしてて、うん、でまあ行ったわけですよ。グッズ戻ってきました。でも俺はちょっとタバコ吸いたいから、うん、ホテルの喫煙ルーム行って吸ってから部屋上がるわ、うん、先戻っとってって言いながら、うん、分かった言いながら、うん、でタバコ吸ってね戻るわけですよ。12階で開けました、うん、いない、嫁がいないぞと。何してんのやろなって思ってちょっとしばらくね、10分ぐらいかな、ぼーっとしてたら電話かかってきたわけですよ。もしもしって言ったら、迎えに来てって言うわけですよ。はぁっつって、どういうことやと。どこおんの13階におる、うんうん、なんでな、困っとって。どうやらエレベーター、そのエレベーターがね、カードキーをセンサーがあって、エレベーターのボタンを押すとこの下に、うん、そこにかざさないと押せないんだ、客室の。誰でも行けるようなレストランのフロアとかはカードキーがなくても行けるけど、客室がある階に関してはカードキーをかざして押さないと押せないんだよ。でそれをやるときに落としたと、両手が下がってたかなんか言い訳してたけど、ちょっと聞いて聞かん、まだ聞かん、まだ聞かん、まだ聞かん、聞いてほしい、まだ聞かん。かざした後なんか落としたと、で見たけどなんかこれほんまなんやね、一人しか乗ってないのに。なくて、とりあえず13階まで連れて行かれたから。そうそう、誰かが13階で読んだんだよな、エレベーターをな。連れて行かれた。そう、連れて行かれた。私は 何回も押せなかった。ただ閉じ込められて、どうしようってなっとったから身動きが取れないの。そう、ほんでな、清掃の人たちがいたの、外国の方がね、お掃除してたの。でお姉さんがね、いたから、すいません、階段ないですか申し訳ありません、お客様の階段はございません、うわ、どうしようって言って電話してきたわけね。そう、迎えに来て言って、で行ったわけですよ、迎えに、うんうん、どうしようどうしよう言って、うん、探すって言うわけですよ。探すってどうやって落としたエレベーターに乗るって言い出すわけですよ、うん、いや無理やと、6個か7個あってボタン押したら近いとこがランダムで来るから、だからどうやって乗るんやん、何回も呼べばいいじゃん。いやアホかと、迷惑極まりない。だってそ絶対にその中で落としたんだから、それ以外のところではないんだからって言って呼んだら、運よくね、それらしきエレベーターが来たわけですよ。運よく見たけどないと。おかしいな、おかしいないじゃないんだ、うん、どうしようどうしようっつって、いやもうフロント言いにけとおとなしくさっさと、お姉さんが寝るやん、まあ、ついて行ってね説明するわけですよ、必死に。あのエレベーター乗った時に落としてしまって、違う、落としたのは絶対にエレベーターの中なんです、それ以外はないんです、うん、ってめっちゃ言うたわけ。収まり、この感じでね、作り笑いをしながらこうあのーって説明してるわけですよ。そしたら
フロントのお兄さんがねまあよくあることなんか知らんけども、うん、子供をね見るような目で、うん、でもこう聞いてくれるのよ、うんうん、それで発行しますかって私めっちゃ長く説明して、まあ要するになくしたんですねってあなたいろいろ言ってるけど、まあなくしたんだねみたいな。ええから黙って受け取れってこと、うんうんうん、もう発行でお金かからないよって言われて、でも絶対エレベーターの中で落としたんです。ええからもうそれ終わったから、もらって今度はちゃんと気をつけようでいいのにさ、部屋帰ってもずっと絶対エレベーターの中で絶対にあるとか。だってなエレベーターの、あれ皆さんエレベーターって知ってますか？エレベーターっていうのはこんな狭い、聞いてくれる？私はトートバッグをこうかけて、この中に買った CD とガチャガチャが5、6個入ってるわけ。プラスチックのガチャガチャが。この説明誰が聞きたいの？聞いて聞け、入ってるわけ。こうしてってこっちの手で12回を押したいわけやな。でもカードキーをここにこうせなあかんわけやな。でここにかけてトートバッグがあって、こう押したい、こうかざしたいをやっていたら落ちたんやな。カンって言ったんで、カンって言ったからあっって思ったんで、ないってなって、なんで今落としてカンって、えないとかあるってなったわけよ。誰かがおったら見てるからな、でも一人やからもうパニックやな。どうしようないと思って、その時にパッてカバンを思い出したわけ。なんかガチャガチャのプラスチックにカードキーがカンって当たったらカンって言うなと思って、こうカバンの中ある絶対あると思って、13回バーって全部出したら一人でないね、怒られるわ、またまあ何やっとんねん絶対、はぁ、あ、どうしようこれ、はぁ、あ、って言うて企業なかったなかったじゃないのよ。なかった、どこ行ったんやマジで、どこ行ったん。密室だったのに一人しかいないのに、ここに落としたのにここにないんだよ。私はだから言ってもらうんですよ、防犯カメラを見せてもらわれへんかな。覚えてますか、冒頭のお話を。遺伝です、ママ譲りだね。ということで今回は澤田健二さんの時の過ぎゆくままにタックバージョンやってみました。この動画がいいなと思ってくれた方は、はい、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お疲れでした。また来週。